歩ける限りゴルフを楽しみましょう。ゴルフ道場ハゲ、バーシモンハゲでございます。今回はこちらのトルネードスティックの振り方についてご質問をいただきましたので、その回答を交えながらまたトルネードスティックについて解説をしていきます。で、その質問内容なんですけど、トルネードスティックを振るときも8時4時と同じ動きを意識した方がいいですかという質問だったので、あ、確かに私も何気なくこれをね、トルネードスティックを振ってるけど、確かに言われた通り8時4時と同じ動きをしてるなと思いまして、これを皆さんにお伝えしたくてこの動画を撮っております。8時4時ですね。今日も天気が良くて花粉がすごくて、ちょっと鼻ズカズカやりながらで お聞き苦しくてすみません。8時4時、この動きですね。で、この動きって手のこういう俗に言う、フェースの開閉動作っていうのは一切ありません。ここをその質問をくれた方にもお伝えしたんですけど、そういえば私このトルネードスティックを振るときもこういう開閉またはローテーションという動作を一切入れてないんですよ。むしろ入れないように意識してる。右手の動きはこうではなく、このままこのまま振ってます。これ大事。これできるとここの動き考えてるだけでちゃんと体が一緒に動くんです。これが、これだけだと悪い手打ちになってしまう。使えない手打ち。こう。これを変えない。で、ちょっと癖ついちゃった。で、それをやると、当然8時4時の振りだとこれだけなんですけど、あ、もうほんと小さい動きですよね。手元の動きは小さい動き。そしてここにだんだんこの先っぽの遠心力とちょっと体の動きを加えて、基本はさっきの8時4時のままなんだけど、この足の右左っていう動きを加えることによって先端の動きが大きくなる。手元の動きはさっきと一緒、小さい動き。ここで一番動いてるのは足なんですよ。右左、極端に言うと右左、この動き。この振り始めも右左、右足左足、右足左足と、ちょっとこの踏み込みを強くすると先端の動きも勝手に大きくなると。回すじゃないんです。右左、こういう動作の中から大きくしていきます。特にこのバックスイングの動きで右手がこういう開く動きにならないように、これは気をつけてますね。私の場合も体に身についてるのでこれは起きないんですけど、やっぱりね、こう連続でいくと右肘畳むタイミングでこうなりやすいんですよ。もしくはこう引けるかっていうパターンの人がいるかと思うんですけど、そこが注意して右手のひらをこう後ろに向けるような動きになるんですよ。では開かないでこのままこういくんです。ずっと右手のひらっていうのは自分の方に向くことがないんですよ。極端に言うとこういう動き。それをこの小さい動きの中でやってます。ちょっと痛いけどこのぐらい早く振れるようになってほしいですね。この小さい動きで
右足左足って言ったら本当に小さい動きですよ。小さい動き、その中でしっかりとこれを今ぐらいもうベチベチ当たるぐらいしっかりとこう振っていってほしい。これがね、手の動き、さっき言った悪い動き入るとどうなるかっていうとね、スピード出せないんですよ。連続でこう振っててもスピードは出せない。結局これは手の動きが大きいからスピード出せないんですよ。こうやって一生懸命こうやって振ってやんないとスピード出せないの。手の動きがこうやって大きいから、こういう回る動きを入れちゃうと。ってことはクラブを持った時もやっぱスピードが出せない、無駄に振りが大きくなる、当たりにくい、飛びにくいっていう振り方になるんです。クラブが遅れやすいっていう振り方になるから、さらにねそれを意識して振ってみてください。まあ、そういうことでこのトルネードスティックを振り続けるといろいろと気づくことが多々出てきますので、それをクラブを握って球を打つときに試していただければいいんです。そうするとどん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 自分流っていうものがねできてきますので、巷の最新打法とか何々理論なんていうのを一生懸命やるよりも、これを一生懸命振ってれば自分流のいいスイングが自然と身についてきます。ただちょっと振ったぐらいじゃダメですよ。やっぱりね、一日ちょっとでもいいから振り続けるのが大事です。別に家の中でちょっとこうやってやってるだけで全然いいですから、こうやってこうやって、そうです。ぜひ続けてください。やっぱりねこれはね本当継続は力なりっていうのはね、まさにその通りだなっていうのが、私はもう長年これやってきて実感しておりますので、ぜひ皆さんもやってみてください。今回も最後までご視聴くださった方ありがとうございました。パーシモンハゲでした。ごきげんよう。